エレナドキッチ、エレナドキッチ、レナダキッツ、1983年4月12日帯は、ユーゴスラビアを教え元ゲンクロアチア領出身のオーストラリアの女子、プロテニス選手。プロデビュー当時は、オーストラリア国籍で活動していたため、英語読みのエレナドキックと呼ばれていたが、1999年ウィンブルドンの大会期間中から、自分が、 ユーゴスラビアで生まれた時の発音で呼んでほしいという本人の希望によりドキッチと呼ばれるようになった。WTA ツアーでシングルス6勝、ダブルス4勝を挙げ、2001年の全仏オープン女子ダブルス準優勝の経歴も持つ。自己最高ランキングはシングルス4位、ダブルス10位。一方、父親ダミルの旅重なる気候。 公述する国籍変更問題など、コート内外でトラブルの多い選手でもある。古国ユーゴスラビアの先輩、モニカセレシュに憧れて7歳からテニスを始め、11歳の時に内戦を逃れてオーストラリアに移住した。ジュニア時代、1998年全米オープンの女子ジュニアシングルス部門で優勝がある。全米ジュニアの直後に日本の大阪で開催された。 世界スーパージュニアテニス選手権大会で優勝するなど、早くからオーストラリア女子の申請として有望視されていた。1999年全豪オープンで4大大会にデビュー。地元の女子選手として主催者推薦を受け、3回戦で第2シードのマルチナ・ヒンギスに挑戦した。5ヶ月後のウィンブルドン選手権で予選を勝ち上がり、6月22日の1回戦で、 ヒンギスを6から2、6から0で圧倒して、一躍有名になった。この大会ではベスト8まで勝ち進んだが、予選勝者対決になった、準々決勝で、アレクサンドラス・ティーブンソン、アメリカに敗れる。ウィンブルドン選手権の終了後、2000年シドニー五輪のオリンピック大使に任命された。ところが、翌2000年の全豪オープン1回戦で、リタクチー・コールキス。 ハンガリーに敗れた後、口キスに対する暴言が発端となって一連の絶火事件を起こす。この後ウィンブルドンでベスト4に進出したが、これがドキッチの4大大会シングルス事故、最高成績である。オリンピック大使を務めたシドニーゴーリンでは、女子シングルス準決勝まで進出したが、ロシア代表のエレーナ・デメンチェワに6から2、4から6、4から6の逆転で敗れ、 準決勝敗退選手2名による銅メダル決定戦でもモーニカセレシュに1から6、4から6で敗れたため銅メダルを逃した。同年末に国籍を古国ユーゴスラビア、セルビアモンテネグロに戻し7年間住んだオーストラリアを離れた。2001年全豪オープンの1回戦で第2シードのリンゼーダ・ベンポートに敗れた後ドキッチは長い間全豪オープンから遠ざかることに 2001年5月、イタリアンオープンの決勝で、アメリ・モレスも7から6、6から1で破り、WTA ツアー初優勝を果たした。続く、全仏オープンでは、コンチタ・マルティネスとペアを組んだ女子ダブルで準優勝がある。同年9月に、日本のトヨタ・プリンセスカップで初優勝を飾り、10月上旬のクレムリンカップでも優勝した。2002年8月に、 世界ランキングを自己最高の4位に上げたが、この後、ドキッチのテニス成績はすぐに急降下してしまう。2003年のウィンブルドン3回戦で、当時16歳のマリアシャラポワに敗れると、全米オープンも2回戦で、マリーピエルスに敗れ、2004年は、全仏オープンウィンブルドン、全米オープンで、すべて1回戦敗退に終わった。2005年12月、再び、 オーストラリア国籍でプレーする意向を表明した。2006年全豪オープンの1回戦では、ビルジニラザのフランスに6から3、6から7、1から6で逆転負けする。2年後の2008年全豪オープンで予選会のワイルドカード主催者推薦を得たが、予選2回戦で、たまりネタナスガーン、タイに敗れ、本戦復帰はならなかった。同年5月から、 女子ツアー株組織の大会群、サテライトツアーを回り、3つの大会で優勝する。2009年全豪オープンで、10年ぶりの勝利を挙げ、4大大会で2002年全仏オープン以来となる、ベスト8に進出した。戦った5試合は、すべてフルセット、セットカウント2対1の内容で、1回戦は、タミラ・パシェク、オーストリア、2回戦、アンナ・チャクベタゼ、ロシア、 3回戦、キャロライン・ウォズニアッキ、デンマーク、4回戦、アリッサ・クレーバノは、ロシアを破った。初進出の全豪準々決勝では、第3シードのディナラ・サフィナ、ロシアに4から6、6から4、4から6で敗れた。この年は、女子テニス国別対抗戦、フェドカップでも、5年ぶりに、オーストラリア代表選手として出場した。 2011年のマレーシアクアラルンプール大会では、1回戦で、第1シードのフランチェスカ・スキアボーネ、イタリアに26、76、64で勝利して、勢いに乗り、8年ぶりのツアー決勝に進出した。決勝では、ルーシー・サファロバ、チェコを26、76、64で破り9年ぶりのツアー6勝目を挙げた。6月のスヘルトーヘンボス大会でも決勝に進出し、 ロベルタ・ヴィンチ、イタリア人7から6、3から6、5から7で敗れたが、2004年以来のトップ50、復帰を果たした。ドキッチは2014年1月の全豪オープンダブルス1回戦敗退を、最後に、右手首の怪我のため公式戦出場から、遠ざかっている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。